フリーーラランスのライターですね藤吉正春さんを書きになった福井モデル日本の未来というのは、これはもう地方から始まるんだと。地方が未来を,を作っていくんだと。日本のという。新しい提言。えー、しかも、そのルポルターじゃなかなか面白くて飛びついた本で、えー、あります。えーはい 東京の放送局ではほとんど放送されない。いきませんね。こういうことはね。あの、自分も在京ということでね、ここでこう、喋っておりますが、本当に地方の方申し訳ありませんね。いろんなこの、あの、救い漏れがあるんですね。うん、えー、それを藤吉さんみたいな方がですね、全部こう拾い上げてくださっている、うん。例えば、こういう世界基準がかなさんあるそうですよ。はい、エネルギー効率改善。コンパクトシティ。 世界先進五大都市。うん、非常にこう小さくまとまってうまーくエネルギーを使っている、うそのまるで未来都市のような都市。<う>お手本ですね、街の。はいはい、それどこかという。まず行きましょうね、パリー。はい、それから、まあ、ちょっと離れますけど、メルボルン。<ー>バンクーバー。ーポートランド。ポートランド。 そして、なんと驚くなかれ、富山。あ、一つに入るんですね。が選ばれたんですって。<ー>世界先進五大都市に<ー>、うん。富山が世界先進五大都市に選ばれていたんでありますですね。<ー>少子から高齢化を含めて、まあ、エネルギー問題も含めて、非常に克服に今、持って とも先進のポジションで解決しようとしているのがこの富山市らしいんですよ。はい。で、えー、ここにはもう他の都市には見られないもう未来が始まっている。行政面での国際評価は高く、これ、続々と外国からここの町の市政をね、見学に来るんですって。はい。で、マレーシア、惚れたんでしょうね。はい。この富山に。 うん、同じ街を作ってくれって注文が来たんですって。<ー>えー、ジョホーバルというところに、うん、富山市そっくりの街を今建設中なんですって。<ー>えー、行きましょうね。はい、かつて人口密度の高い、牛牛詰めで人間がいっぱい住んでるとこ。いやー、そこはもう本当に住環境ひどいんだ。これが大体基本であった。 ね。で、えー、豊かな人はね、ほらもうあの、ハリウッドの呼吸、住宅街でもそうですけども、ゆったり広々と暮らしていること。うん、これが人間の豊かさというもんだ、と。ね。それゆえにすべての市町村は外へ外へと拡大していった。これ事実ですね。長崎なんかもそうです。丘の上、丘の上へと。高ければ高いほどお金持ちだって言いますもんね。うんはい、佐田くんは。 佐バ <laughs> サさんですか <laughs> はい。さバさそれ今、高ければ高いほど長崎ではお金持ちだというね。しかし、もう今、長崎市見たらわかります。もう高いとこ大変もうあの階段登れないよ、うん、まあそうでしょうね。だから、高齢化によって、その街の基準というか住みやすさっていうのも、ひっくり返るわけでありますね。はい、で、行政は道路、橋、交通など維持費が、ああ、重なり、 特に雪などで管理の難しい拡大山間部へのコスト代に悩んでいる。コストが増大するわけですね。そういうところは。電車、バス、市電などのアクセスが不便になると、過疎は高齢者にとって生死に関わる重大問題となる。もう拡散する都市づくりの時代は終わった。これを別の人の言い方ですると、地方消滅とかっていう方がいらっしゃるんでありますけども、富山市は違うんだと。 コンパクトスティーン。重環境の良いところをぎゅーっと一箇所に集中して、その小さな街で快適に過ごすというエリアを率先して作らなきゃダメなんだということで、もう乗り出しているそうであります。で、富山市がまずやった、これ行けばわかる。今度行きな、チャンスだったら。はい 路面電車の充実に富山市は着手した。これ本当に綺麗なんですよ。この路面電車。街の中心部に人、金、物の機能を集約し、そこに都心地区を作る。で、人を集める滑車がそこだというね。で、この都市の地下を落とさないこと。ここに人を動かす。楽しい、美味しい、おしゃれそういうものをこの真ん中に集中させて人を誘導すること。 都心を地盤沈下させない。これが税金の無駄遣いいいにならならこことだっていう。うこれはわかるよなぁ。えー、何あーいや、私、20年ぐらい前に富山に行ったんですけど、そこと全然変わってるってことですね。うあそう思ったのがいい。街自体が。うん、はぁ<ー>。あのね、<laughs> ほんとね、ちょっとね、北ヨーロッパのシャレータ町歩いてるみたいな。そんなことになってるんですかうん。 でね、富山市の実情を言いましょうね。うんえー、富山市の税収はですね、えー、703億円だそうで、うち74%を稼いでるのが都心地区。市そのものの5.8%の面積に過ぎない。この5.8%、約6%の面積が税収、市の税収の80%を稼いでるんですよ。80%近くをね。だからここはもうお城で言えば、 城の本丸なんですね。で、ここが、えー、もう税収稼ぎ頭ということは間違いないわけでありまして。これ本当に重大問題だと思うけど、ここの、その、いわゆる、都心地区の地価が下がり始めると、もうすぐに街ってダメになるんだってね。うん、シャッター通りが広がるともう一発なんだって。はい、一番大事なことは都心に、この真ん中に、街の真ん中に、 いかに人を集めるか。うん、これが地方都市生き残りの。これを富山はどんな風に進めたのか。これが面白いんです。今後期待。<laughs> 武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です、えー。少子高齢化という大問題を乗り切っている地方都市がもうすでにあるという、うん、そのモデル、うー、 を取り上げておりますが、今、話の方は、富山というところを扱っております。高校、はい、の市長さんも、まあ、この放送で言うのも何度もさえた人ですな、これはい、ら本読んで。私は感動しました。はい、とにかく、富山市の中心部を、このシャッター通りにしないこと。で、この政治がやったことは何かと言いますと、なるべく人を真ん中に真ん中に集める。はい まず65歳以上のやがて交通弱者になる人のためにスーパー病院まで徒歩で500メートル圏内を選んだそうです。エリアで。これ抜群ですね。で、市長は65歳以上の人たちの住民基本台帳の住民を拾い、その人たちの住むべき環境を支電を駆使として、あの居住区のゾーンを3つ連ねて、 団子を刺すように並べたんですって。<ー>で、園内に入ると必ずスーパーと病院が団子を1個の中にあるっていう。う最大歩いてもそれが500メートル以内という。はい、これで市民が乗ってくるかどうかですよね、その政策に。その中で市長がやったことは、移住すれば50万円。 補助金を出すんです。え<う>。あるいは月々1万円ずつの補助金を出す。3年間連続で。えー、で、えー、アパートを建てた人たちには、そのアパートを建てる段階で100万円の助成金を市から出すんだそうです。はい、で、区市である交通の市電、バス、それから、あまあ、電車であるな、地方電車。 これは65歳以上は、これ面白いね。い、はい、ここからがこの人のアイデアの面白いとこだ。六十、はいはい、65歳以上の人は、100円。<う>ただし、真ん中まで行かなきゃダメなの。<laughs> え、どういうこと例えば、団子3つ並んでるとするじゃないはい。そ、そこが、都心があります。はい。で、真ん中通ってる櫛。これずっと長いんだ。もっと長いんだ。もっと長い。はい、ずーっと長いん。はい。で、あなたが、 一番遠くからあなたが団子の手前で降りたとする。はあはあ、ここで。そこで降りたと団子の手前で。そうするとね、その料金がね、最高で2600円なの。<laughs> え <laughs> どういうこと <laughs> 頑張って、団子の中の終点まで乗る来ると、100円。嘘<円><そ> すごいなエリア内。とにかく、団子、三、ええ、三個並んだ団子の中は全て100円。<い>で、え、都心の手前で降りれば通常負担になる。最も遠いエリアからでは1000円から2600円になるそうです。<ー>2600円になる。<ー>一番遠くから来た場合は。<ー>で、団子の手前で降りたら2600円取られる。うん、都心までやってくれば2600円が100円になる。はあ<ー>。これが成功するんですよ。 社任務ムに出てくるようになるわけですよ。そうすると、都心で飲み食いするんです。そうすると、店が繁盛して、経済効果があるんですね経済効果が回り始める。しかも、飲酒もするんで、酒も飲みますんで、帰りもまたなんです。車ではダメなんです。はい。そして、この市長がやったことは、孫と一緒に来れば、動物園はただっていうのをやりまくるんですよ。えぇ、ー で、はあ、この孫は、孫の証明書はいらないんです。あ、近所の子供でもいいそう。65歳以上の証明書を持ってて、<laughs> 子供と手をつないでいれば、<laughs> 全部タダで入れるんです。なんか大らかですね。<laughs> そう、そういう施設が。はあ、ぐんぐん上がるんですよ。え、エリア内での消費行動が活発になるんですよ。はあ これね、面白いこと考える市長さんなんだよ。そして、ん団子内で、花さん。はい。団子内で、花束を持った人は、えー、その100円もいらないの。なんで花束ただ単に無条件に花束を持った人が電車に乗ってくると、華やかに見えるから。ええー、そういうことですかうん。ただそれだけ。 調子に乗ったっつってポロクソ怒られるんだ、市長は。ちょっと冗談みたいな話ですもんね。ねところが、これうまく行き出すとうまくいくんだな。<は>花束持った人は特別に交通費がいらないっていう、その精神が気に入ったっつって、その団子のエリア内に東京を本店とする花屋さんのチェーン店が駅ごとにできたわけ。なるほど。そしたら、 雇用が上がって、また税が落ち始めたわけよ。それは、100円取る取らないの話じゃなくて、巨額に膨らんでいく。市長さんは、今度は、外国人は100円払わなくてもいいって言い始めたそしたら、ほら、例の、あの、富山だから、例の雪のトンネルとかあるじゃん。はい。山の方だっけえ。あそこに行く中国系のお客さんが、 山の方のホテルに2泊するのが1泊だけ市内に泊まり始めたんだって。うん、ま、これが金を落とすのなんの。<ー>このあたりの発想が。すごい。損して得取れの究極ですね。この損して得取れがですね、はい、とんでもないところに医療費効果まで波及していくんです。それはまた明日の続きでございます。はい 武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷からです、えー。富山市の運営する市電を外国人観光客の方とか、花を持った方はただにした。65歳以上はとにかく、その市内まで入ってくれば、もうどっから乗って降りても100円にした。ほんってもう不思議なもんで、車にニニ真ん中まで出てくるわけですよ。うん ほんであなたうろ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 歩くんだ。<laughs> この交通機関の大ン振る舞い。これがものすごい都心での消費、飲食、好調等々で税収を持ち上げたわけでありますな。しかも車から解放されたこともあり、アルコールも気兼ねなく飲めますもんですから。<え>これで酒税もまた上がったというね。はい、で、とんでもないことがまた起こり始めた。なんと。 年間の医療費、富山市内、えー、市内の老人医療費が目に見えて下がり始めた。えー、ああ、だ百100円にしたおかげで、じいさんばあさんがうろ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 う歩く。うん。足腰元気になっちゃった。<laughs> やっぱり歩くことはいいことなんですね。元気を、あのあ、病院に来なくなっちゃったんですよ。はあ<ー>。いいですか皆さん、ここで聞いてください。この、藤吉さんが調べられた結果でございますが。 健康効果ということで、これ、筑波大の調べた結果でありますが、一歩歩けば健康効果で0.061円、医療費は削減されます。つまり、一歩で。うん、一歩で。で、富山市内で、一日あたり平均5710歩歩く老人が、この100円のおかげで、歩数が増えちゃって、7019歩。 つまり、1309歩増えたんですって、平均が。これで、驚くなかれ、総計で、1日あたり、1個人、80円、分、薬がいらない健康体になった。うんはい、で、1日の利用者が、1日の利用者が、2591人なので、年間で、 7560万円の医療費の削減につながったっていう。うこれは圧倒的な数値の説得力ですね。えーはい、あの、私、ちょうどこの本読んでる時に大阪にいたんですよ。はい、大阪の大阪と高層の揉める時にね、えーえー、まあ、高、高高1万秒差で大阪と高層は否決されたんでありますけども、 あの中でやっぱ大阪の街が二分されておりましてね、若い方は橋本さんが大好き。で、お年寄りの方で意外と支持されないという方が多かった。うん、その老人たち、まあ、と言っても私たちと同世代の方がおっしゃったのは、橋本に任せておくと、バスの、あの、なんとか割引券が取り上げられるっていう。うん、そ,そういうささやかなことだったんですよ。うん、はい。だ不安でしょうね。うん、やっぱり、 さえてますよね。この富山の市長さん、あえて名前は言いませんけども、<ー>すごい方ですよね。はい、で、この市長さんの、まあ、その、様々なあ、冒険に関しまして、不公平と叫ぶ方とか、うん、市民にこびてるんじゃないかとかって、罵る方も、たくさんいらっしゃった。その、不公平と叫ぶ、あるいはこびてる。 と批判する声を政治家ってはい。そのおやりになったっていうから、すごいですな。はい。ね母さん、こんなことがあったんだって。山の奥にじいさんとばあさんが住んどる。で、息子たちは町にいる。で、息子と娘はね、もう出てこいっつんだって、うん、そんな不便なとこいないで住みやすい環境もあるし、病院も近いって言うんだけども、いや、 争祖いの、この土地よとかつって動かないんだって。<ー>で、なんとまあ無残なことによくある不幸でありますが、水害でその老夫婦が住む村落の橋が流れまして、もう住んであ,あるのは一組のそのじいちゃんとばあちゃんだけだそうですよ。村落の孤立ですよね。<ー>ほんで、えー、そのじいさんとばあさんたちは泣きながら橋を架けてくださいよ。しかし問題、生きていありませんので訴えるもんですから、 新聞なんかがね、冷酷非道な市長とかって書くんでしょうね。う助けを求める老人、老婆の声を無視してとかって、はい、で、市長さんは何をやったか。はい。本当にごめんなさい、知恵があるね。息子夫婦がそのじいさんとばあさんのところに行く軽トラックがある。軽トラックで行ってるんだな。はい。その軽トラックの幅を測って、 針の橋をそこにかけたっていうね <laughs> 本当の話ですか <laughs> それでいいわけじゃん。まあ、そこしかいないわけですから。から、橋の大きさが前の10分の1ぐらいになったんだけど、<laughs> 息子さんと娘さんは涙ながらに、 あ、感謝なさったっていう。なんか、日本昔話みたいな。そう。世界なんキューさんですよね。ねえ。何も元通りにすることはないんだ。<ー>サイズに合わせて、橋を十分の一にすりゃいいんですよ。はぁ<ー>。縮小するにしても、縮み方。<laughs> う,んうん。この次、また明日のマネジャーの上で。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷か奈です、えー。日本の、まあ、抱える、未来への問題でありますけども、まあ、少子高齢化で、その問題に対して、その問題を解決する妙案を見つけたという地方があるぞという、未来は地方から始まるという、藤吉正春さんのレポートでありますね。福井モデル。大体、2週間にわたって富山のことね。はい。 この先まだ石川と福井があるのかと思いますと。うですね。語り尽くせないんですよ。この一番最初に語り始めました富山だけでね。うん、あの、100円ね、のアイディアなんか抜群でしょ、ね、それから、あの、山間部の橋が流れたら、そこに住んでらっしゃる老人夫婦のため、ほとんどためだけの、うん、そこの、坊ちゃん、息子さんが、の、 車が通れるだけの大きさの橋を架けて差し上げたという。はい。でも、間違いなく言えることは、もう、人が住まなくなったところはゆっくり自然に返すという、うん、そういうことってやっぱ絶対あるべきだよね。はい。まあ、それにつけましても、富山の市長さん、あえて名前言いませんが、冴えておりますですね。この橋の一軒だけではないんでありますね。 この人、議会でこのことにお金を使って大問題になったそうであります。はい、それは何かと言いますと、個人所有の山小屋がある。そこでまあお土産とかなんかやってらっしゃるんでしょうか、商売をね。その山小屋のトイレを、もう市としてはそのバキュームカーでね、組み取りに行ってたんだけども、うん、なんと、市の方で面倒を見て、そのトイレを 高額のバイオトイレにした。<う>これすごいのが今あるんでしょバイオトイレって。一<ー> 1>, 1ヶ月分の、つまり、まあ、トイレの分量があると。はいう。これをもう、あの、バケツ半分ぐらいの灰にするっていう。<ー>で、それを取り出しといて、あのーあ、土の上に巻けばいいんです。<ー>栄養になりますから。うん、そう、そういう、まあ、高性能の、えー、バイオトイレにしたんですな。で、 その、組取りの手間は省けたわけですけども、その山小屋が個人所有ということで、個人所有に公費投入。これが議会で大問題になった。はい。でも市長は一切受け付けずに断行したんですって。理由は、山小屋、はい、山ガールのに人気があったから。ちょうど山ガールのブームですね。 だからやっぱり相当綺麗なところだろう。縦山とかあの辺が見えるようなところだったんじゃねえの<ー>ほんでトイレ綺麗にしたら、うん、山ガールが来始めて、山小屋が稼ぐもんで、バイオトイレの分稼ぎ返したって、税収で。<laughs> <ー>しかもそれを取り返してまた稼ぎが積み重なっていくわけでありますから。ま、この、あの、市長さんの考え方は、それが死か効果。 どっちのためになるかということを考えて、ジャッジしていくということですよね。はい、例えばね、市長は65歳以上の人たちの住民基本台帳の住民を拾い、ゾーンを作って居住区を移す。このような重点的税の投入により拡散の負担を防ぎ、居住推進ゾーンは、すごいね。2013年、これで32.2%。 なんと人数にして17,736人が居住ゾーンに都合がいいんで引っ越したそうですよ。それから問題の2025年までには42%がこの居住区に入れるように。で、ここの居住区のエリアを緑化運動の中心にしてますます綺麗な道に磨いていると。なあ。富山は行ったことないんたでしょ 20年前に行った時は、うん、あの、そんな街並みじゃなかったで。この閑散とした。そうですね。ね。なんか静かな街だな<ー>ってイメージが。これ行ってみてください。はい。あのね、あっちこっちにレンタル自転車が置いてありまして、市電<ー>に沿って花がバーッと咲いております。もう風景一変。うん、で、外国の観光客の方もものすごい勢いで増えているんでありますな。はい<ー>。うん。愛していなかった街を、 深く愛する市民が生まれ変わらさせたというね。はあ、この辺はやっぱり、なんかな、政治ってこういうことだなと思うなその市長さんのやり方ってなんかこう、なんだろう、ユーモアもありますもんね。ユーモアありますね。あの、もちろんこれはあの、 行政のあり方を問うという藤吉さんの作品なんでありますけども、これ読んでおりますと、やっぱりその、生き方とかね、価値観とか、そういうものが、こう、実は、ものすごく大きな力を持ってるんだなと、なんかそんな気がして仕方がないんでありますね。はい、富山市は様々な面で、自らで富山という地方を作ろうと決心し、今作りつつある。そういうことだよね。はい。 大阪は大阪を作らないと。東京は東京を。そして福岡は福岡を。それが本当の地方創生という意味ではないかということですが、明日、こうご期待武田哲也今朝の3枚ろしおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。藤吉正春さんの未来は地方から始まる福井モデル、文芸春秋社館であります。 ぜひ皆さんお読みになってくださいね。それと、もしよろしければ、この3件訪れたらどうでしょうでも今すごいんだ。ん混んでますかね。混んでるんだろうな。うさあ、語り始めましょう。街を作っていく。地方を起こすには、3つのタイプの人間が必要だと。著者、藤吉さんは語っております。どんな人間のタイプが必要か。よそ者。若者。 馬鹿者。この三種類の人間のエネルギーが地方を作っていくんだと。よそ者というのは今まで住んでらっしゃったジモティの方が気づかない。別の目でその街を眺めることができる。だからよそ者に冷たい街って発展しないんです。それから活力は若者から。やっぱり若者のエネルギーがその地方に宿ること。 そして斬新なアイディアに満ち溢れた馬鹿者。この三タイプがいないとダメだということですね。これは富山かな錆び、えー、れた祭りを復活させたというエピソードがあるそうです、えー。よそ者の女性がやってきまして、その祭りの引き山を自分たちで新しくデザインし直したそうです。うん、それがその変わってて面白いんで、 まあ、調子んがわーっと集まって引き山を引き出してるうちに、型破りの新しい祭りになって、それにドーっと見物人が集まり始めたんで、また名物が一つできたという。これ面白いことを藤吉さん書いてらっしゃいますね。人を引き寄せる地場には、その土地への誇りと愛というエネルギーがある。 誇りと愛というエネルギーが高ければ高いほど質量に比例して引力が強くなる。はあ、方程式よくわかりませんが、とにかくその町への一種誇りと、それから一種愛情があれば人を引きつける力がわーっと溢れてくる。この石川、それから福井、うん、富山にはやっぱりあったんですね。うん、そういうものが。 はい。でですね、今度なんですけども、北陸三県の一つでありますが、石川でですね、ライブをやることになっておりまして、8月の2日、日曜日なんでありますけども、はい、MRO のラジオの生放送が、あ組まれておりまして、はいはい、そこでね、歌うんですね。白山一里の高原特設ステージ会場という。 楽しみでね。はい。白さんとかいいじゃんなんか。これ入場無料で、公開生放送ということですので、たくさんね、来ていただけると嬉しいですね。はい、で、えー、藤吉正春さんの福井モデル。とっくに、えー、未来を始めている地方があるのだと。はい、ね。それが、実は、福井、富山、石川だったんだ。ここはもう日本の未来を先取りして、もう未来を生きてる。ええ。 福井はちょっと別のあれで一回だけいたことあるんだけど。<え>で、なんかビジネスホテルで代表に一日帰ってたんだけど。<え>不思議だったのはな、大通りにばーこたつ並べてな、みんなでな、焼いたサバ食ってんだよな。ねなね、<laughs> よくわかんねえんだよ。ちょっと待ってくだい。ちょっとが。<laughs> よくわかんない。ほんに。ですけど俺、俺もびっくりしたんだもんだって。お、イベントいや、でも普通にみんなやってるから。こた <laughs> うん、に足入れてね。確か俺,俺が目撃したのはそういう実態だったけど。 うん。何ですかね。さあ、問題提起でありますけども、<laughs> ちょうど私この本読んでおりましたのが、あ、大阪天皇寺区にありますホテルの一室で,で、本当に運命的でございまして、橋本さんと市長さんが大阪と構想なる構想をぶち上げましてですね、150万人有権者を二分して、選挙をやったという、その日だったんですね、この本を読み終わったのがね。はい。 で、まあ、テレビつけたら、まあ、あの市長さんが出てらっしゃいましてね。ねで、サバサバした様子で、正解、引退を発表しておられました。まあ、己が仕掛けた市民投票を破れるということで、引き上げていくという、その後ろ姿は、一見勇ましく見えたんでありますけども。なぜ、大阪と構想はうまくいかなかったのか。たとえ1万票で破れたとはいえ、まあ、破れ去ったわけでありますから。うん。ひたくさんぼんやり思いましたのは、 非常にこう制度をいじくれば新しい街ができるという非常にこう政治的な図面といいますかなんかそれではま、人は動かないのではないのかなというふうに思います大阪ってのはどういう街かこれもう大阪皆さんみんなおっしゃいますが大阪というのはやっぱ反中央でありますね東京ではないということを発想にエネルギーが街に溢れておりますそのエネルギーが ですから、その大阪を大阪とと名乗るというのは、もうすでにその、というふうに思うわけであります。そしてもう一つ言えることは、未来を始めた、この福井モデルという本には、福井と石川と富山の連携が書いてあります。うん、やっぱり、北陸三県しっかり手を繋いとるんですよ。はい、そして、住みやすい環境を作っとるんでありますね。 なんと皆さんお気づきだと思いますが、福井モデルというこの本のタイトルを連呼しながら、はい、はい。今日でおしまいでございます。富山で終わったわけではないそうですね。はい、ですから、<の>私、この藤吉さんの本に関しましては、三分の一しか語っておりません。はい。こっから面白いんです、藤吉さんの本 <laughs> これはぜひ、お買いになって読んでください、ここから先は。知って読めと。<laughs> はい。徒歩で500メートル圏内を選んだそうです、エリアで。うん これ抜群ですね。で、市長は、65歳以上の人たちの、住民基本台帳の住民を拾い、その人たちの住むべき環境を、市電を駆使として、あの、居住区のゾーンを3つ連ねて、団子を刺すように並べたんですって。で、園内に入ると、必ずスーパーと病院が団子1個の中にあるっていう。 最大歩いてもそれが500メートル以内という。はい。これで市民が乗ってくるかどうかですよね、その政策に。その中で市長がやったことは、移住すれば50万円。補助金を出すんです。ほう<え>。えあるいは月々1万円ずつの補助金を出す。え3年間連続で。へえ。で えー、アパートを建てた人たちには、そのアパートを建てる段階で、100万円の助成金を、市から出すんだそうです。はい。で、区市である交通の市電、バス、それから、あまあ、電車である地方電車。これは65歳以上は、これ面白いね。はい、いい、ここからがこの人のアイデアの面白いとこだ。はい。はい、65歳以上の人は、100円。 うただし、真ん中まで行かなきゃダメだの。<laughs> え、どういうこと例えば、団子三つ並んでるとするじゃない、はい、そ、そこがあ、都心があります。はい、で、真ん中通ってる櫛。これずっと,、はい、っと長いんだ。もっと長いんだ。もっと長い。ずーっと長いはい、あ <laughs>。で、あなたが、一番遠くからあなたが団子の手前で降りたとする。そこで降りたと、団子の手前で。 そうしたね、その料金がね、最高で2600円なる。え <laughs> どういうこと頑張って、団子の中の終点まで乗る。来ると100円。100円1 0嘘すごいなエリア内、とにかく団子3、3個並んだ団子の中は全て100円<え>。都心の手前で降りれば通常負担になる。最も遠いエリアからでは1000円から2600円。 になるそうです。<ー>2600円なる。<ー>一番遠くから来た場合は。<ー>で、団子の手前で降りたら2600円取られる。うん、都心までやってくれば2600円が100円になる。<ー>これが成功するんですよ。<ー>社任務ムに出てくるようになるわけですよ。そうすると、都心で飲み食いするんです。そうすると店が繁盛して、経済効果はあるんです、ね、経済効果は、ま、回り始める。 しかも飲酒もするんで、酒も飲みますんで、帰りもまたなんです。車ではダメなんです。はい。7560万円の医療費の削減につながったっていう。お<ー>これは圧倒的な数値の説得力ですね。はい。あの、私、ちょうどこの本読んでる時に大阪にいたんですよ。はい。 大阪の大阪と構想の揉めるときにね、えーえー、まあ、たか、たか,か1万秒差で大阪と構想は否決されたんでありますけども、あの中でやっぱ大阪の町が二分されておりましてね、若い方は橋本さんが大好き。で、お年寄りの方で意外と支持されないという方が多かった。うん、その老人たち、まあ、といっても私たちと同世代の方がおっしゃったのは、橋本に任せておくと、バスの、あの、なんとか割引券が取り上げられるっていう。う うん、そ,そういうささやかなことだったんですよ。はい。まだ不安でしょうね。うん、やっぱり、冴えてますよね。この富山市長さん、あえて名前は言いませんけども、すごい方ですよね。はい、で、この市長さんの、まあ、その、様々なあ冒険に関しまして、不公平と叫ぶ方とか、市民にこびてるんじゃないかとかって、罵る方も、 たくさんいらっしゃった。その不公平と叫ぶ、あるいはこびてると批判する声を、政治家ってのは辛いですな。大変だろうと思いますが、一つ一つ潰していかなきゃいけない。はい。それおやりになったっていうから、すごいですな。はい。ねえ、母さん、こんなことがあったんだって。山の奥にじいさんとばあさんが住んどる。で、息子たちは町にいる。 で息子と娘はね、もう出てこいつんだって、そんな不便なとこいないで住みやすい環境もあるし、病院も近いって言うんだけども、いや、先祖代の、この土地よとかつって動かないんだって。で、なんとまあ無残なことによくある不幸でありますが、水害でその老夫婦が住む村落の橋が流れまして、もう住んであ,あるのは一組のそのじいちゃんとばあちゃんだけだそうですよ。村落の孤立ですよね。ほんで えー、そのじいさんとばあさんたちは泣きながら橋をかけてくださいよ。しかし問題、一時ありませんので訴えるもんですから、新聞なんかがね、霊国非道な市長とかって書くんでしょうね。う助けを求める老人、老婆の声を無視してとかってで、はい、市長さんは何をやったか。はい。本当にまた知恵があるね。息子夫婦がそのじいさんとばあさんのところに行く軽トラックがある。 軽トラックで行ってるんだな。はい。その軽トラックの幅を測って、ぴったりの橋をそこにかけたっていうね。え <laughs> <laughs> 当の話ですか <laughs> それでいい団子の手前で降りたとする。あああ、ここで。そこで降りたと団子の手前で。そうするとね、その料金がね、最高で2600円なる。え <laughs> <laughs> ど <laughs> 頑張って、団子の中の終点まで乗るの。来ると、100円。100嘘<円><そ>すごいなエリア内、とにかく、団子3、3個並んだ団子の中は全て100円。<い>で、えー、都心の手前で降りれば通常負担になる。最も遠いエリアからでは、1000円から2600円。 になるそうです。<ー>2600円になる。一番遠くから来た場合は。<ー>で、団子の手前で降りたら2600円取られる。うん、都心までやってくれば2600円が100円になる。はあ、これが成功するんですよ。<ー>社任務ムに出てくるようになるわけですよ。そうすると、都心で飲み食いするんです。そうすると店が繁盛して、経済効果があるんですね経済効果が回り始める。 しかも、飲酒もするんで、酒も飲みますんで、帰りもまたんです。車ではダメなんです。はい。そして、この市長がやったことは、孫と一緒に来れば、動物園はタダっていうのをやりまくるんですよ。ええ。はあ、で、この孫は、孫の証明書はいらないんです。あ、近所の子供でもいいそう。 <laughs> 65歳以上の証明書を持ってて、子供と手をつないでいれば、<laughs> 全部タダで入れるんです。なんか大らかですね。<laughs> そう、そういう施設が。はぁ。ぐんぐん上がるんですよ。え、エリア内での消費行動が活発になるんですよ。は <laughs> これね、面白いこと考える市長さんなんだよ。そして、団子内で、かなさん。はい。団子内で、 花束を持った人は、えその100円もいらないの。なんで花束ただ単に無条件に花束を持った人が電車に乗ってくると、華やかに見えるから。えー、そういうことですかうん。ただそれだけ。すごい、ね。調子に乗ったつってポロクソ怒られるんだ、市長は。ま、ちょっと冗談みたいな話ですもんね,ね。ところが、これうまく生き出すとうまくいくんだな。 花束を持った人は特別に交通費がいらないっていう、その精神が気に入ったっつって、その団子のエリア内に東京を本店とする花屋さんのチェーン店が駅ごとにできたわけ。なるほど。そしたら、雇用が上がって、また税が落ち始めたわけ。それは100円取る取らないの話じゃなくて、巨額に膨らんでいく。市長さんは、今度は、 外国人は100円払わなくてもいいって言い始めた。<laughs> そしたら、ほら、例の、あの、富山だから、例、えー、の,の雪のトンネルとか、橋本に任せておくと、バスの、あの、なんとか割引券が取り上げられるっていう。うそ,そういうささやかなことだったんですよ。うん、はい。だから不安でしょうね。うんやっぱり、 さえてますよね。この富山市長さん、あえて名前は言いませんけども、うん、すごい方ですよね。はい、で、この市長さんの、まあ、その、様々なあ、冒険に関しまして、不公平と叫ぶ方とか、うん、市民にこびてるんじゃないかとかって、罵る方も、たくさんいらっしゃった。その、不公平と叫ぶ、あるいはこびてると批判する、 声を、政治家ってのは辛いですな。大変だろうと思いますが、一つ一つ潰していかなきゃいけない。はい。それをおやりになったっていうから、すごいですな。はい。ねえ、母さん、こんなことがあったんだって。山の奥にじいさんとばあさんが住んどる。で、息子たちは町にいる。で、息子と娘はね、もう出てこいつんだって、そんな不便なとこいないで住みやすい環境もあるし、病院も近いって言うんだけども、いや、 戦争代々の、この土地は、とかつって動かないんだって。えー、で、なんとまあ、無残なことによくある不幸でありますが、水害でその老夫婦が住む村落の橋が流れまして、もう住んであ,あるのは一組のそのじいちゃんとばあちゃんだけだそうですよ。村落の孤立ですよね。えー、ほんで、えー、そのじいさんとばあさんたちは泣きながら橋をかけてくださいよ。しかし問題、生きていありませんので訴えるもんですから、 新聞なんかがね、霊国非道な市長とかって書くんでしょうね。う助けを求める老人、老婆の声を無視してとかって、はいで、市長さんは何をやったか。はい。本当にまさ知恵があるね。息子夫婦がそのじいさんとばあさんのところに行く軽トラックがある。軽トラックで行ってるんだな。はい。その軽トラックの幅を測って、 針の橋をそこにかけたっていうね <laughs> 本当の話ですか <laughs> それでいいわけじゃん。まあ、そこしかいないわけですから。<laughs> から、橋の大きさが前の10分の1ぐらいになったんだけど。<laughs> 息子さんと娘さんは涙ながらに感謝なさったっていう。なんか日本昔話みたいな。そうね。世界の話。さんですよね。ねえ。何も元通りにすることはないんだ。<ー>サイズに合わせて橋を十分の一にすりゃいいんですよ。はぁ、あ。縮小するにしても縮み方。<laughs> う,んうん。この続きまた明日の話の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。えー、日本の、まあ、抱える、未来への問題ではいない。この5.8%、約6%の面積が、税収、市の税収の80%を稼いでるんですよ。80%近くをね。だから、ここはもうお城で言えば、城の本丸なんですね。で、ここが、えー、もう税収稼ぎ頭ということは、間違いないわけでありました これ本当に重大問題だと思うけど、ここの、その、いわゆる、都心地区の地価が下がり始めると、もうすぐに街ってダメになるんだってね。シャッター通りが広がるともう一発なんだって。はい、一番大事なことは都心に、この真ん中に、街の真ん中に、いかに人を集めるか。はい、これが、地方都市生き残りの。これを富山はどんな風に進めたのか。 これが面白いんです。交互期待。<laughs> 武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です、えー。少子高齢化という大問題を乗り切っている地方都市がもうすでにあるという、うん、そのモデルを取り上げておりますが、今、話の方は富山というところを扱っております。ここ、はい、の市長さんも、まあ、この放送で言うのも何度もさえた人ですな、これは本読んで。うん 私は感動しました。はい。とにかく富山市の中心部をこのシャッター通りにしないこと。で、この政治がやったことは何かと言いますと、なるべく人を真ん中に真ん中に集める。はい。まず65歳以上のやがて交通弱者になる人のために、スーパー病院まで徒歩で500メートル圏内を選んだそうです。エリアで。これ抜群ですね。うん で、市長は、65歳以上の人たちの、住民基本台帳の住民を拾い、その人たちの住むべき環境を、市電を駆使として、あの、居住区のゾーンを3つ連ねて、団子を刺すように並べたんですって。で、園内に入ると、必ずスーパーと病院が団子1個の中にあるっていう。う 最大歩いてもそれが500メートル以内という。はい。これで市民が乗ってくるかどうかですよね、その政策に。その中で市長がやったことは、移住すれば50万円。補助金を出すんです。ほう<え>。ええ。あるいは月々1万円ずつの補助金を出す。<え>3年間連続で。へえ。で えー、アパートを建てた人たちには、そのアパートを建てる段階で、100万円の助成金を、市から出すんだそうです。はい。で、区市である、こう、最も先進のポジションで解決しようとしているのが、この富山市らしいんですよ。はい。で、えー、ここには、もう、他の都市には見られない、もう未来が始まっている。行政面での国際評価は高く、 これ、続々と外国から、ここの町の市政をね、見学に来るんですって。はい。で、マレーシア。惚れたんでしょうね。はい。この富山に。同じ町を作ってくれって注文が来たんですって。<laughs> えー、ジョホーバルというところに、富山市そっくりの町を今建設中なんですって。えぇー。えぇ、ー いきましょうね。はい、かつて人口密度の高い、牛牛詰めで人間がいっぱい住んでるとこ。いやー、そこはもう本当に住環境ひどいんだ。これが大体基本であった。ね。で、えー、豊かな人はね、ほらもうあの、ハリウッドの呼吸、住段街でもそうですけども、ゆったり広々と暮らしていること。うん、これが人間の豊かさというもんだ、と。ね。 それゆえにすべての市町村は外へ外へと拡大していった。これ事実ですね。長崎なんかもそうです。丘の上、丘の上へと、高ければ高いほどお金持ちだって言いますもんね。ん佐田君は。<laughs> 佐田正史さんですか佐田 <laughs>、はい、さんそれ言います。高ければ高いほど長崎ではお金持ちだというね。<ー>しかし、もう今長崎市見たらわかります。もう高いとこ大変。 うん、もうあの階段登れないよ。まあそうでしょうね。だから高齢化によってその街の基準というか住みやすさっていうのもひっくり返るわけでありますね。はい、で、行政は道路、橋、交通など維持費があー重なり、特に雪などで管理の難しい拡大山間部へのコスト代に悩んでいる。コストが増大するわけですね、そういうところは。 電車、バス、市電などのアクセスが不便になると過疎は高齢者にとって生死に関わる重大問題となる。もう拡散する都市づくりの時代は終わった。これを別の人の言い方ですると地方消滅とかっていう方がいらっしゃるんでありますけども、富山市は違うんだと。はい、コンパクトスティーうーん。住環境の良いところをぎゅーっと一箇所に集中して、 その小さな町で快適に過ごすというエリアを率先して作らなきゃダメなんだということでもう乗り出しているそうであります。で、富山市がまずやった、これ行けば上がる。今度行きな。チャンスあったら。はい、路面電車の充実に富山市は着手した。これ本当に綺麗なんですよ。この路面電車。町の中心部に人、金、物の機能を集約し、そこに都心地区を作る。で、人を集める。 か山市の実情を言いましょうね、うんえー。富山市の税収はですね、7、えー、703億円だそうで、うち74%を稼いでるのが都心地区。市そのものの5.8%の面積に過ぎない。この5.8%、約6%の面積が、税収、市の税収の80%を稼いでるんですよ。80%近くをね。だからここはもうお城で言えば、 城の本丸なんですね。で、ここが、ええー、もう税収稼ぎ頭ということは間違いないわけでありまして。これ本当に重大問題だと思うけど、ここの、その、いわゆる、都心地区の地価が下がり始めると、もうすぐに街ってダメになるんだってね。うん、シャッター通りが広がるともう一発なんだって。はい、一番大事なことは都心に、この真ん中に、街の真ん中に、 いかに人を集めるか。うん、これが地方都市生き残りの。これを富山はどんな風に進めたのか。これが面白いんです。今後期待。<laughs> 武田哲也今朝の三おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、少調子高齢化という大問題を乗り切っている地方都市がもうすでにあるという、そのモデル、うー を取り上げておりますが、今、話の方は、富山というところを扱っております。ここ、はい、の市長さんも、まあ、この放送で言うのも何度もさえた人ですな、これはい、ほら本読んで。ん私は感動しました。はい。とにかく、富山市の中心部を、このシャッター通りにしないこと。で、この政治がやったことは何かと言いますと、なるべく人を真ん中に真ん中に集める。はい。 まず65歳以上のやがて交通弱者になる人のためにスーパー病院まで徒歩で500メートル圏内を選んだそうですエリアで。これ抜群ですね。で市長は65歳以上の人たちの住民基本台帳の住民を拾いその人たちの住むべき環境を市電を駆使としてあの居住区のゾーンを3つ連ねて 団子を刺すように並べたんですって。<ー>で、園内に入ると必ずスーパーと病院が団子一1個の中にあるっていう。う最大歩いてもそれが500メートル以内という。はい、これで市民が乗ってくるかどうかですよね、その政策に。その中で市長がやったことは、移住すれば50万円。 補助金を出すんですえ、あるいは月々1万円ずつの補助金を出す3年間連続